陸上やり投げの世界女王、北口遥香（ JAL、への期待値、がうなぎぼりだ。27日に中国、蘇州で行われた世界最高峰のダイヤモンドリーグ、DL、第2戦の同種目では、5投目に 61m44 をマークして2位に浮上すると、最終6投目で 62m97 を出して逆転優勝。 今季初戦を最高の形で締めくくり、今夏のパリ五輪に向けて弾みをつけた。パリ五輪の開幕まで3ヶ月を切った中で、他の選手の動向とか見たりすると、ちょっと変えてきたりとかしている選手も多かったりとか、みんな五輪に向けてというか、五輪の標準切りだったり、そういうランキングのポイント集めだったり、 そういうものが始まったなというのはすごく感じていると雰囲気の変化を実感大一番を見据えるにあたりシーズンはまだ本当に最初なので7月8月までの時間はあるどのぐらいの完成度かを見られたらとの展望を書いているそんな北口に対しファンからは北口榛花さんパリ五輪へ好スタートやっぱりすげえ五輪も期待をおめでとう とにかく明るい騎女に勇気をもらいますなどの声が上がっている。